はい、それでは今回も引き続き Don't Starve Together ワンダで実況プレイ始めていきます。前回は、2年目が丸ごと終わって今3年目のね、秋になったところで、アントライオンとか倒したりしてたんですけれども、あまりにもボス倒すペースがゆっくりだなってことも話してたりしててなので今回はちょっと若干ねギアを上げていこうかなと思ってます。つまり、ボスラッシュ回みたいな感じで、本当にそんなことできるのかって感じですけど、いろんなねボス積極的に倒していくような、なんか状況というか状態、流れにしていきたいかなと思ったりはしています。なので、まずはね、倒し方を知ってるドラゴンフライから行って、あとビークイーンとかもね、ほんと昔倒し方みたいなものを何だったっけ、見せてもらったのか、多分動画で見たんだと思うんですけど、実際にこのシリーズとかでね、その配信とか動画とかではやったことない方法なんですけど、それをちょっと実際に試してみたいってのもあるんで、つまりやったことないやり方でビークイーン倒そうかなって考えたりしてますなんかうまくいってるの見たけどみたいなね、そういった倒し方をねしたいかなとかって思ったりとか、恐ろしいことになりそうだけどそれっていうね。よっ、あとは遺跡のねボスも倒したいですね。それで、多分そんなことしたらすぐに冬になっちゃいそうなんで、クラウスをね倒したいなとも思ってます。クラウスは冬にしか出ないボスなんですけど、ちょっとね変わった出し方をするボスで、いろいろと条件があるんですけど、そのあたりもねうまくやっていこうかなって今回本当に思ってるんで、ちょっとよろしくお願いします。動画にするとなんだろうな、2つぐらい後の動画でもう大惨事になってそうな気もしなくはないけどやれることはねやっていきたいなと思います。で、今ちょっと考えながら喋ってるので、適当に考えなくてもいい作業をしていますけれども、そう、ナイトメアフエルがねちょっと少なくなってきてるんで、そのあたりも取りに行かなきゃいけないなってのもあったりしますが、ドラゴンフライと戦うのにちょっと準備がいるので、そう、石の壁をね作らなきゃいけないんですよね。あー、すごいの出ちゃったー。よっ、はい、これで叩くのもな、なんかちょっともったいないなって思わなくもないですよね。よっ、これあえて一発これ殴られるってあり？よし、このおばあちゃんの状態になるみたいな。あー、でもギリギリダメだった。怖くて使っちゃった。よっ、おばあちゃんの状態になるとこのアラーミングクロックがもっと強くなるんで、そういうプレイしてみようかなと思ったけど、ちょっと怖くて無理だな。よっ、って言っても 5% の 5% の豚ヘルでやってるのも怖いっちゃ怖い。よっ、はい、ということで、どうでもいいツリーガードと戦って、アラミ、あ、やっぱ、ちょっと待って、あー、ギリ耐えた。これ危ないな、これあと一発当たったら死ぬ気がする。間違いなく死ぬね。あれ、ちょっと待って、こんな強い、かてー、でかい個体だからか。あ、よし、倒した。はい、そんなこともありながら頑張っていきましょう。いやー、やられたな。ちょっとナイトメアフュエル取りがてら、前回ね見つけた遺跡の場所、もう一つの場所かな、この上のところがもう一個遺跡になってそうみたいなことが分かってたんで、ここ前クリアしたところね、この上のところちょっと探検していこうかなと思います。ブルージェムと、ここら辺とかね、まだ叩いてないとこあったから、よっ、叩いていこうかなっていう。それでね、ワープする時計があったりするみたいだから、それもね作りたいかなって思います。よっ、なんで、あ、なんだ、あ、そんな時期、めちゃめちゃ怒ってんじゃん。めちゃめちゃ怒ってない？え、この人たちって、この猿って普通に戦っていいのかな。よっ、大丈夫そう、倒そう。
死んだ。はい、いろいろ食べ物落ちてる。バナナとかって生で食べても平気？あ、結構平気。あ、実際食べられるもんね。あ、お肉はまあいいや。あの食料今回持ってきてるから、まあ、とりあえず、あー、このヒゲね。まあヒゲはいいか。肉人形作ったりもできるけど、今んところいいかな。セカンドチャンスウォッチあるしね。うん、でもなんか保険で作っといた方がいいんじゃないのっていうような空気もありますけど、とりあえずここら辺ちょっと探索してよ。この辺りツールサイトのね、かけらとか手に入れたいと思います。そう、そしてまあエンシェントガーディアンがいるんだったら戦ってみたいかな。ある程度防具持ってきたしやれるはず。ですね、結論から申し上げると、ここ何にもなかったです。ただの猿となんかスールサイトの柱がちらほらあっただけの空間でした。なのでちょっとここに戻ってきたんですけど、このね、これかな、スールサイトメダリオンってのを作ると、多分ね、エイシェントガーディアンがいる位置がわかるのかな。本当に、あ、多分そう、多分これ、このマークがついてるところがいるところなんじゃないみたいな話があるっぽいんですけど、これどうやっていくのこれ。いや、他にないよな。うん、今んところ他に見当たらないけど、え、ここに繋がってるってことかな。そういうことなのかも。このマークがあるところにエイシェントガーディアンありみたいな空気が漂ってるっぽいんですけど、本当かな。なんか読んだだけだから本当かどうかわかんないっていう。あとこれね、ナイトメアサイクルが今どうなってるかをね、教えてくれたりもしてます。なんで今はこれね、落ち着いてるから、あの何の色も入ってないですけど、この地面がね、ナイトメアサイクルこうバチバチになると赤くなると思うんですけど、そのね、メダルも一緒に赤くなるみたいなのがね、あるらしいです。よ、産地が若干怪しいですけど、この右側の方とかに道があんのかな。この猿のエリアほんと怖い。みんな黒くなるから、ナイトメアサイクルバチバチになると。そのナイトメアサイクルバチバチになるって表現が合ってんのか問題ね。みんな、噂は本当かもしれない。遺跡ある、このマークの近くに。マジで？ちょっと待ってよ。ちょっとね、そう、あの緑色キノコがね、腐っちゃってね。あ、じゃあ緑色キノコじゃないわ、あの飴玉がね、もうお腹を満たすためだけの食べ物になっちゃったから、ちょっと一回緑色のキノコいっぱい食べてきます。よし、 OK で、そしたら若返っといてって感じですね。よしよし、いいよ。これ掘ってもいいんだけど、ちょっと今荷物事情があれだから、本当に、あー、いそう。またこいつらとも戦わなきゃいけないのか。まず確認からしよう。でもほら、なんか道がさ、もうボスへの道がこれ今から続いてますみたいな空気。あ、やべ、あいつ起こしちゃった。倒すか。あれ倒してた方がいいな。そんな感じがある。よっ、さて、雲も出てきてる。それは違うだろう。違わないのか。それは違うよな。よっ、ハッチにちょっと、ハッチを生贄に捧げるしかない。硬い、意外と、意外と硬い。ちょっと行く。あ、なんかやり合ってるぞ。いいぞいいぞ。あれ確実に雲が負けるだろうけど、あ、なんか宝箱とかもある。そんなのもあったっけ。いろいろと探した方が良さそうだぞ。俺は見守った方がいいのか悪いのか、なんかあんまらち開かなさそうな戦いしてるな。よっ、あ、倒した。よっ、カチンカチン、3、4、4回ぐらい叩けるぞ。あ、死んだ。
倒しました。パープルジェムね。あ、ナイトメアフュエルじゃなくてナイトメアサイクル来てる。これ何入ってんだろう。おお、槍とか入ってる。これ別にいらないな。レッドジェムもなんだかんだいるじゃんみたいな時期あんのかな。あるのかもよ。とりあえず、あ、ほら、スールサイトメダリオン、メダルね、がそんな風に色が変わってるの、アイトメアサイクルによって。シュイーって出てくる。ん？これなんだ、スマッシュ？あれ、何の後だ？あの、雲、困るな。え、槍しか入ってない。何この槍箱？あー、迷路みたいになってんのか。あれ？でもさ、これって、違う？あ、あいつの、なんかさ、いるよね。この、でっかい影の王みたいなボス、あいつの場所なのか、もしかしてここって。それすらも分かってないや。とりあえず行ってる。マッシュ、これ何なの。これ光ってないからよく分かんない。なんかの跡みたいになってるけど。あー、これ罠とか持ってくればよかった。てか罠もしかして作れる。あ、ちょっと待って、痛い。普通にそれはリュックサックのまま食らってしまった。スマッシュするといいことあんのか。これなんにもねえ。なんかいいもん入ってたりしないのこれ。あ、豚ヘルか。豚ヘルはちょっとだけ嬉しいかも。持っとこう。あそこにたどり着いていいことあんのかな。これは違うボスのとこに行こうとしてるのでは。そんな感じあるよ。あー、これたどり着いたかも。ここのエリアめちゃくちゃ入り組んでて、外れルートみたいなのも結構あるから、大変なんですけど。この白い雲めちゃくちゃ大変だし、だからもうあそこにボスがいるってことだよね。これできれば、もうここに歩いて戻ってくるの嫌だから、戦いたい気持ちも出てるけど、これこの状態でやれる？そこで、そこだよね。なんかやれなさそうな感じが出すぎてて、噛んじゃうぐらいやれなさそうな感じあるよね。槍はたくさん出てくるけど、そう、あのね、スターコーラー、星を呼ぶ杖をね、持ってきてないから明かりがな。あ、ナイトメフィール、これはありがたい。ちょっと補充しといて。ナイトメフィールは8個か。やれんのかな。もういる？いるってこと？そこに。ああ、いるいるいる。ああ、いるわ。ああ、走ってきてる。あ、ちょっと待って、もう始まった。これもう始まってる。これもう始まってます。ちょ待ってください。どうしようかな。おなに、柱に当たると地震起きるのか。細かいな。うおお、なんだ、ん、ちょ待って、これ、あ、間違えた。ちょ待って、これ叩いていいやつ。おお、あ、なんだ、頭ぶつけるとあんな感じになるのか。オッケーオッケー、それやってみて、もう一回。うわー、透けてくるパターンもある。ん、当てればいい。ちょっと行って。おお、行った行った行った。おお、ナイスナイスナイス。これでいいの。危ない。あ、待って、足くにゃってなる。足くにゃってなるのも叩いてていいってことかな。多分そうだ。ぶつけて。あ、うわ、あぶん、うわ、何それ、あぶね。あれ、近くで撃ってもあんまり足くにゃってならない感じ。あ、そうなのかも。距離が必要なのか、ある程度勢いがないとひるまないみたいな。あー、そのパターンありそう。あ、もうこれまずいな。知らないことが結構多いよ。いけ、やべ、若返っちまった。若返りすぎた。普通の、あ、
その足ピニャってなるのさ、騙されるわ普通に。何アイテム、ありがとう。あーちょっと待ってほしい、いろいろ待ってほしい。よし、このね、あやっべ当たっちゃった。ストップ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 、一回タンマ、一回ちょっとあの違う、モグラのね頭に切り替えたいってのもある、もしくは火立てたい。おお危ない危ない危ない、全部リュックの中だ。あの何あの 木とか草はなんか一回足くにゃってなってもらって困るな、明かりがなさすぎる。でもこの時はできれば叩きたい、足ピニャ。おおすごい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 、そういうことか、いいね。でもう一回ここにあってもらう。おおあれぐらい、なんか34歩ぐらい走ればこの状態になる、なるほどね。オッケーオッケーオッケー、あおーすごいすごいすごい、そうやって倒すのか。オッケー分かった、それは分かったから、ちょっと待ってよ、これ一回立てていい、こいつさ壊されちゃう。あーそんなことより論外なやつら来てるわいけそうな気もするぞこれ、このままいけば。だってこれもういけ、いけてるじゃんって感じだもんね。うわー瓦礫で、あなんかいつもより長く、あ走った距離にもよる、うーわっぶんね、走った距離にもよる、もしかして。いけ、お行った行った行った、走った距離でひるむ時間長くなってない、ほらなってる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 、フルで足ぺた、いいよいいよいいよ、いったー、うわ何飛んできた、あ飛んできた時も足ぺたってなるんだ何こいつの可愛さってこと、それが。あできればこの足早の歩行杖うまく使いこなしたい。よしよし、こっち来いこっち来いこっち来い、これフルで当たる、あれなんか出てる、なんだあれ、よしよしよし、オッケー、いいよいいよいいよ、で足ペタまでね、足ペタの時まで、おおシャドウテンタクル、ナイトメアテンタクル、わかんないけどそんなんも出せるようになってる。さっきまでジャンプしなかったし、第二形態、あほらほらほら、危ない危ない危ない、触手が危ないよ、それバチってやってもらって、これ走って走って走ってこい、これフルで当たる、あっあっ8そしてジャンプ、ジャンプからのシャドウテンタクル召喚、よしよし、ここここここれ、オッケーオッケーオッケー、これ熱い、これだいぶ殴れる、いい、痛い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 、いやっべ、ちょっと待って止まんないシャドウシャドウテンタクルのダメージめちゃくちゃ痛い、ちょっと待って、これ壊れてるわ、壊れてる壊れてる、アラーミングロック壊れてました、うわーそれなー、ちょっと待っ、いるんだ、あいるんでるいるんでる、いや絶対これモグラ、違う、あぶんな、あ危ねえ危ねえ危ねえ、え寒い当たれ、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス、あー倒した倒した倒した、やった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 倒した倒した倒した、すげえ危ねえ、やったやった、おおよくやったけど腹減ってる、え大丈夫取って、あ大丈夫そう、ちょっと待って、リュックリュックリュック、リュックどこ行った、勝った勝った勝った、勝ちました、これちょっと全部入れとこう、入れていいや、おお肉助かる、
危ねえ。切りついたなー。